も立派だけど、中はもっと豪華だな。しかも、あちこちモラだらけだ。テイワットのモラが全部ここで作られてるなら、少しくらい失敬してもバレたりしないよな。罠だったのか。危なかった。助かったぜ。もらえなくても至近距離で眺めるのは大丈夫だよな。できれば中で眠りたいな。モラのお布団、いい夢が見れそうだ。そうだ、大事な用があるんだった。にしても静かすぎないか。先祖の亡骸は大事なものだろ。警備とかいないのか。あれ、見ろ、なんだあれ。嫌な予感がする。早く先祖の亡骸の状況を確認しよう。案内人としての使命を果たしたのに、なぜ自ら家中に飛び込むんだい？君たちがファデュイなら女皇から報酬をもらえるかもしれないが、残念ながら今の君たちはただの邪魔者だよ。君たちのおかげで俺は苦労せずここを見つけられたけど、今更俺を止めようと？無駄だよ。モラの製造を止めてまで先祖の亡骸を隠すだなんて、七星も本気だな。まさかお前も神の心を狙ってるのか。ファリュイの第11位の執行官として、俺は氷の女皇の意志に従う。女皇が欲するものは必ず手に入れる。誰かの許しはいらない。本気なら俺を止めてみろ。取引や駆け引きの時間は終わった。小細工を使うのは好きじゃないが、女皇のために俺は我慢したよ。ここからはもっと単純で楽しいことをしよう。戦いだ。戦い？まさか喧嘩が好きなのか。そうだね。宿女はモンドの大聖堂で神を襲い、そして足早に姿を消した。君と戦うよりも氷雪で君の行動を封じたのは、戦いの音で騎士たちが集まるのを忌避したからだ。強者に対して彼女は利益や勝ち負け、その後の影響を優先する。だが俺が執行官になった最大の楽しみは強者と戦える点にある。モンドの時みたいに思い通りにはさせないぞ。ああ、やってみるといいさ、旅人。俺は君を殺さない。俺は戦闘の快楽を味わいたいだけなんだ。付き合ってくれ。君は俺に勝てない。だから勝ち負けではなく、俺と同じ戦いを楽しめばいい。そういえば理解できるかな。よし、君もその気なら俺を楽しませてくれよ。せっかくのチャンスだ。実力を見せてくれ。ファリュイの執行官と戦えるなんてめったにないぞ。せいぜい失望させないでくれよ。風神、逃げ足が早いようだね。もっと早く逃げた方がいい。木を読み違えてるよ。来るな、水の矢。
実力道理で淑女が君を警戒するわけだ。俺も本気を出させてもらうよ。俺の本気は君にとって少し乱暴かもしれないけど、執行官の力を前に君がどこまでやれるか見せてくれ。捕まえた。無駄だ。会議だけじゃダメだよ。みんな頑張ってね。すりつぶすよ。確かに面白いだが、ここまでだ。君、案外やるね。レセを利用して先祖の亡骸に近づいた。新兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。ではモラクスの神の心は俺が。なるほど、予想外だ。まさか先客が君の方とはね。
代価を支払ってもらう。そろそろ落ち着かないと。さっきの魔王武装は体への負担が大きい。そのせいで考える余裕もなかった。よくよく考えれば、君たちが先に神の心を奪う可能性は確かにない。神の心の剣は君たちと無関係なんだろう。そうだ、だから違うって言っただろう。旅人、今日君が見せた実力はモンドで宿女が君に下した評価よりもずっと強い。どうしてかな。その様子じゃ心当たりはあるんだね。はあ、俺には言えないか。どうやらこの好奇心は抑えておくしかないようだ。君との戦いはとても良かったよ。俺にとって強さを追求する者はみんな理解し合う友だ。まあ友情の形はやり合うことになるけど。変わった価値観だな。さて、今はそんな世間話は一旦置いて任務に戻らないと。神の心がここにないのなら、最初から先祖の亡骸の中には存在しないのか。というより、先祖の亡骸自体目をくらます手段かもしれない。あ、それって。
おそらくね。それが本当なら面白い。さすが商業の都の守護神、契約以外の小細工にも詳しいんだな。となると予備プランを使うしかない。予備プラン？弱者に影響を及ぼすから本来だったら使いたくないんだけど、所詮この世界は強さを追求する者のためにあるからね。弱者を気にしている余裕なんてない。それにファーティスは手段を選ばない。子供だって嫌いなものを食べなきゃいけない時があるだろ。それで一体何をするつもりだ？幸運閣の下で眠る魔人を呼び覚ます。魔人？渦の魔人オセル。魔人戦争で岩の魔人モラクスに敗れ海中に封印されてる。そんな魔人が神のいないリウエコを襲ったら、俺たちを散々もてあそんだ岩王帝君様もこれ以上見て見ぬふりはできないだろうね。でも魔人戦争は2000年前に終わったんだぞ。七神しかいない今、昔の魔人をどう呼び覚ます？手段があるに決まってるだろ。禁忌滅却の札！思い出したぞ、ファデュイがそれを研究してるって。その通り。君たちに渡したのはこの研究の副産物だよ。これほどの力を持つ禁忌滅却の札に女皇がくれた執行官の力、岩の槍による封印を一時的に解除するのもできなくはないだろうね。俺にとって上古魔人の力を使うこと自体面白くないし、俺の心情にも欠けるけど、あの眼神だけでなく君たちまで動かないといけなくなるって考えるとそれなりに面白い。神を失った国は上古の悪意に再び飲み込まれるのか楽しみだ。もちろんリーユエの人と一緒に歴史するつもりなら俺は止めないけど。おい、見失った。あいつ早すぎる。